ゲディン。はい、ということで、皆さんこんにちは。吉田のことでございます。はい。ちょっとまたね、久しぶりになっちゃったんですけど、私メインチャンネルなかなかちょっとね、更新できなくて申し訳ないんですけれども、今日はですね、リクエストじゃないやつなんですけどね、これはですね、今日買ってしまいました。ババン。マクドナルド。わかりますね。た、つ、た。はい。ということで、こちらですね、ビッグマックですね。あ、違いますね。はい。これですね、皆さん、お察しの通り。チキンタツタです。ダダン。チキンタツタのですね、名作と新作。ね、両方ありますけど、どっちが名作、どっちが新作かわかりませんけども、あ、こっちが新作ですね。タルタル。タルタルのタツタ。そして、名作と言われているのがですね、普通のタルタルなしのタツタですね。はい。ということで、これ380円ですね、単品。これがですね、見せるクーポンで360円、20円引き。ということで、早速食べてみたいと思います。パラパラのですね、この、キャベツですよね。そしてこのタツタとマヨネーズ。シンプルですね。いただきます。うん。うまいです、それで。うん。ちょっとこのキャベツか、まあ、かなりですねおっさんのようん、タッサはうまし、うん、うまし。さあ、そしてタルタルですね。新作タルタルがほらたっぷりたっぷりですね。これでも、値段は一緒と。ちょっとどっか行きましょうか、これ。この辺か。行きます。うまい。うまい。タルタルうまい。酸っぱみがうまい。やっぱね、スキルのタルタルは合うね。で、レタス、これ、あ、キャベツか？これ普通にさ、あ、どうなんだろうな。このパラッパラのカットじゃなくてもいいんじゃないかなという気はしますね。うん。うまい。新作も名作もうまい。食べ比べ、まあどっちもうまいですね。はい。ということで。この紅茶あったかミルクティーがあったかくない状態、しかも残り少ない状態になってますけど、うん、はい、ありがとうございました。今日はですね、リクエストじゃないんですけどもね、タスタの新作ということで食べてみましたね。はい、ということでありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、チキンタスタですね。タスタの、名作と新作、タルタルとノーマル名作でございました。ありがとうございました。すべての神々をこの指に迷える。ストップボタンポチッ。